はい、どうも、ギリンです。ということでですね、今回なんですけども、新ルッチ登場後の上位対勝率のランキングトップ10。はい、こちらですね、今回やっていきたいと思います。いや、だいぶね、ちょっと、環境が動き出したのかなと。はい、まあ次ね、またすぐ動き出すとは思うんですけども、今の環境の、さあ、使用率ランキング、今回もやっていきましょう。早速、第10位。エッグヘッドのゾロです。ね。はい、まあ今回第10位ランクインなんですけども、先に言っておきます。7位から10位はもうほぼほぼまあいないっていうか、まあ使用率がめちゃくちゃ低いっていうのをもうあらかじめご理解くださいと、いうことなんですけども、まあ白ゾロはまあ何かに特化してるわけではないんですよね。うん、まあロジャーも見れるっていうのと、まあセラフィも倒せるっていうんだけども、まあ完全に特化してるわけではないっていうのが、まあ白ゾロになってきます。うん、まあなんですけども、やっぱり覇気状態をまとった時はね、しっかりとまあ強いキャラクターになってるんですけども、今回の新ルッチそれをですね、消してくる特性を、持っているので、うん、まあ旗の中とかになってくると、まあちょっと白ゾロきついかなと、いう感じですね。まあただお互いがゲッターっていう役職を持っているキャラクターなんで、まああんまりねマッチアップっていうよりかはね、他のキャラクターにまあ任せていいんじゃないかなと、いうふうに思います。まあやっぱり、白ゾロ以外のゲッターたちがちょっと強すぎる、ダッシュ性能が高すぎるっていうので、ここまで順位が、落ちちゃってるのかなと、いう感じで、続いて第9位になってきます。第9位はこのキャラクター、カルガラになってきますね。はい、まあ検証動画の方ではカルガラ、なんですけども、バフが上がってない状況で戦った時は、まあ正直ルッチからしても全然怖くなかったっていうところあるんですけども、リーグでマッチアップした時に、最大バフかかったカルガラと対面したんですけども、どっちのスキルでも、ワンパンされましたルッチ。はい、なんでね、今の環境のゲッター、ロジャー、そしてですねルッチブルーの、まあ、ここをですねめちゃくちゃ強く見れるっていうのがこのキャラクターのいいところ。うん、で悪いところで言うのであれば、まあ、セラフィンに対しては正直まあ何もできないっていうのが、まあまあ、このカルガラの、デメリットかなと。ただね、今の守り手側が弱い中で、このカルガラがそのキャラクターたちゲッターたちをワンパンできるっていうのがもう最大のメリットなので、めちゃくちゃいいですね。多分ですが今シーズン、まあ使用率の方もうちょっと上がってくるんではないかなと、まあ個人的には思います。カルガラマジで良かったよ。さあ続いてはですね、第8位になってきます。第8位はこのキャラクター、エッグヘッドのルフィですね。はい、このキャラクターも最強キャラランキングの時にもお伝えしたと思うんですけど、ゲッターとしてはもう抜群ですね。はい、で1体が残ってるんで、1体っていう特性があるからそこもかなり強い。でまあステージによってはさらに化け物化していくのはこのエッグルフィだったと思います。まあ本当はエッグルフィに関しては出た当初なんかとかって言われてたんですけども、やっぱりゲッターとしてのね特性はもうピカ1だと思いますね。でやっぱり割合ダメージも持ってるから、しっかりとねどのキャラクターに対してもしっかりダメージを入れていくことができるんで、めちゃくちゃいいのかなと。はい、エッグルフィはですね、まあもうちょっと上でもいいかなって、使用率上がってもいいかなって思うんですけども、エッグルフィより優秀なゲッターたちがめちゃくちゃいるので、まあ使用率はそんなに上がってこないかなと、まあ今後もね、そう思いました。はい、まあというわけで今回第8位がエッグルフィ。さあ続いてはですね、第7位になってきます。第7位はこのキャラクター、キッド&ローですね。はい、まあ冒頭でも言ったと思うんですけども、まあここまでのキャラクター正直使用率めちゃくちゃ低いです。はい、まあね、それこれから出てくる、まあこの6位からですね、めちゃくちゃ強すぎるんですよね環境に。はい、まあそんな中でキドロどうなのかっていう話なんですけども、まあこれもね最強キャラランキングの時に伝えたと思うんですけども、まあ正直そのどのキャラクターに強いっていうのがまあちょっとないっていうのが今のキドロなのかなという感じですね。まあやれるっちゃやれるけども、やれないっちゃやれないみたいな
どこになってるのと、あとやっぱり、エクルフィ白ゾロと同様で、キドロ以上の、性能を持った、ゲッターとしての性能を持ったキャラクターたちがね、上に3人もいるんで、ここまで落ちてきたのかなという感じですね。まあやっぱ一番はセラフィムを倒すのに、倒せたとしてもすっげえ時間がかかってしまう。純粋に考えたらセラフィムが圧倒的に有利っていうのがあって、ちょっとそこがきついかな。あと、移動性能がないっていうのが、あるのかなという感じですね。今のゲッターたちはもうね、移動性能抜群セラフィを倒せるっていう、はい、キャラクターになってるんで、はい、ってな感じで、キドロはですね、今後、次の新超フェスが来た時にちょっと期待していきましょう。突然ですが、皆さん、シーシャは吸われてますか？シーシャは水タバコで、タバコに代わる新商品として、今 SNS で話題になっている商品です。今回は、そのシーシャの新商品の、チルハビットのご紹介です。さあ気になってくる味なんですけども、今回は5種類の味があると。ただね、この5種類ともめちゃくちゃ味が濃厚です。その中でも俺がハマったのが、今こちらはストロベリーを持ってるんですけども、グーグーグーっていう感じでやってるんですが、こちらのねキャラメルがねめっちゃ美味しかった。これが多分俺のこの5種類の中で一番俺はハマりましたね。で、煙の量がエグすぎる。で、グググググーってなるぐらいマジで美味しかった。そして僕はですね、このゲームを実況している時だったり、あとはですね、今これ編集してるんですけども、編集してる時にやっぱりね口が寂しいなって言って今吸ったりしております。でも本当にマジでおやつ感覚でも全然いける。そして新車といえばやはりこの煙の量なんですけども、このチルハビットさんのやつめちゃくちゃ爆炎になっております。はい、じゃあね、そんな中でやっぱり気になってくるのは健康面とかにはなってくるんですけども、こちらタールニコチンないんで全然大丈夫、有害物質一切ゼロと、いうことでですね、健康面めちゃくちゃ安心です。そして実はこの商品普通に買うとですね7000円ぐらいしてしまうんですが、サブスクで今回購入していただくことが可能で、そちらがですねなんと 21% オフで購入可能になってます。さらに今なら初回限定で 42% オフの3980円で特別価格で買えることができます。さらにですね、はい、今回1ヶ月限定で1000円オフクーポンをいただいておりますので、2980円で始めれます。さらに今回日本から始められる方はなおお得になっております。初回限定2本で6980円、送料無料で、さらにこの6980円からクーポンを使うことが可能です。ぜひとも気になる方買ってみてね。続いて第6位になってきます。第6位はかなり株が上がったキャラクター、はい、フィルムレッドのシャンクスですね。これはもう間違いなく超株上がりですね。はい、やっぱり青が来たらシャンクスかと、いうところになってくるんですけど、次のね、新超フェス、カムサリシャンクスが来るんじゃないかと言われてる中でこんなね、評価上昇してしまったんですけども、本当今のキャラ、カルガラと一緒でロジャー見れて、そしてルッチ見れて、ブルーノ見れるっていうね、ワンパン特性を持ったこのキャラクターが、やっぱり守り手側として、起用されてると。はい、やっぱりルッチ使ってても、ロジャー使ってても、ブルーノ使っててもシャンクス怖いですね。ただね、次のね、カムサリシャンクス、俺ね、もうこれ今ゲッターが暴れてるじゃん。だからね、ワンチャンカムサリシャンクスディフェンダーなんじゃないかなと俺思ってます。出てくるのであればね。原作のカムサリを撃った時もキットから守ってるんで、味方を。はい、なんでね、この考察めちゃくちゃ当たってると思います。はい、皆さんはカムサリシャンクス来たら何のスタイルだと思いますか？ぜひともコメント欄で教えてね。続いては第5位になってきます。第5位はこちら、ワンカードジャブラー。はい、ということでですね、ジャブラが第5位にランクインと。やっぱりシャンクスより、使用率圧倒的に高いですね。これが何なのかっていうと、セラフィンをやっぱりすぐ倒せるっていうのと、やっぱり旗貝、
まあジャブラからすると、まあ、敵陣のところで戦うとマジで超強すぎるんで、まあその時に、頑張れると。はい、まあただね、守りとしてはね、やっぱりこのシャンクスカルガラに、まあシャンクスカルガラからしたら、まあちょっと守りは不安にはなってくるんですけども、まあ取り際ね、瞬殺していって、旗を逆に横取りしていくというスタイルはまあ取っていけるので、今の環境でも、まあなんで、ジャブラ、この第5位めちゃくちゃいいと。続いてはですね、第4位になってきます。第4位はこのキャラクター CP9 ブルーノになってきますね。はい、まあこのキャラクターはもうゲッターらしいゲッターって感じだよね。あ、もう大、開脚してね、移動して、まあ、あとはドアドアで移動して、まあ、旗を握るっていう、作業をどんどんしていくキャラクターになってきます。まあ、個人的なこのゲッターらしいゲッターっていうのはね、あんまりね、楽しくないんですよね。やっぱりこう、敵をしばいて、旗を横取りするルッチみたいなね、キャラクターがめちゃくちゃ好きなんですけども、まあ、ブルーノは今後どうだろう。まあ、黒ひげが出た瞬間に、瞬殺して、されそうな気する。すぐ終わりそうな気がするね。まあなんだけども、今の環境ではマジで超強いゲッターですね。はい、てな感じでブルーノは以上。はい、そしてですね、第3位、ここからトップ3になってきます。さあ誰が1位に輝くのか。まずは第3位はこいつ、セラフィムですね。はい、このキャラクター結局必要、まあいるいないで全然安定さが違うんだよね。まあきついキャラクター、まあルッチとかね、であとまあブルーのジャブラとかね、まあアンチキャラクターはまあめちゃくちゃいるんですけども、やっぱりこいつが旗を貯めてくれるから、いろんな旗を貯めてくれるから安心して攻めれる。で逆に言えばシャンクスカルガラからしたら安心して、余裕で守っていけるっていうことがね、できるんでね、やっぱセラフィム強いですね。はい、まあまあ使用率ランキングで今これ3位なんですけども、まあほぼほぼそんなに変わんないかな。まあ結局このトップ3がリーグの上では占めてるんで、はい、やっぱりセラフィム使ってる方いつも守ってくださりあざます。さあ続いてはですね、第2位になってきます。第2位ロジャーかルッチ、どっちでしょうか。第2位ロブルッチになってきます。はい、今回第2位が、ルッチでしたね。まあルッチに関して言うと、まあ見れないキャラクターがいない、もう敵陣では最強格っていうね、マジでいいと思うんですけど、まあただね、やっぱりこのキャラクターワンパンしていくことがやっぱりできるっていうのが、まあ弱点。あとまあ移動してる時にね、見つかってしまうと、スキルを受けてしまうっていうのがあるんで、まあね、いいとこもあり悪いとこもある、めちゃくちゃいい感じの超フェスとして今回出てきた。まあ強くもあり、弱いところはしっかりと弱いっていう形でね、まあなってるんですけども、ただまあやっぱりね、強みが多すぎる、っていうのがあって、今の環境ではね、めちゃくちゃ待っていけるキャラクターになっておりますね。まあ次の、まあもし黒ひげとかが来た時にどうなるのか、まあ黒ひげ来るかどうかわかんないんですけども、でカムサリシャンクとかね、今言われてるんで、カムシャンとか来たら、カムサリでワンパンされていくのか、はい、まあそこも気になってくるところなんだけども、まあね、ロブルッチ引いた方がいいのか否かはですね、別の動画、出してるんで、よかったらそちらチェックしてみてください。さあ続いてはですね、第1位、もちろんこのキャラクター、はい、海賊王ゴールディロジャーですね。はい、やっぱり、ロジャー強すぎますね、今の環境でも。であとはですね、組み合わせがやっぱり黒属性っていうのでしやすいっていうので、まあ要はルッチを使ってても、ルッチメインでも裏にロジャー添えたりね、セラフィムの裏にロジャー、ブルーノの裏にロジャー、ジャブラの裏にロジャーっていう、まあ違う色ともね、この相性がいい、あの属性なんですよね。でさらにこいつの特性が強すぎると、いうことで、やっぱりね、ルッチよりかは使用率は上ですね。まあ裏でも表でも使っていける、キャラクターになってるんでね。はい、まあてな感じでですね、今回海賊王ゴールディロジャーが1位死守と、言った形になっております。はい、まあ次のね、シーズンが、本ちゃんのまあ、使用率になってくるんで、まあ、今シーズンのね、終わり、ぜひとも楽しみにしておいてください。まあ、その間に、新調フェス8月10日11ワンピースデーの時に発表される可能性もあるのでね、ぜひともそこも要チェックと、言った形で今回はこれで終わりたいと思います。皆さんいつもご視聴
ありがとうございます。じゃあね。